人口集中地域、この赤いエリアが少し広がったというふうなことで、その地球地図のこの人口集中地域のデータを集計するということをやったりとか、でそのためには、この演習レイヤーというところで、まず人口集中区域というところを選んでください。これをしないとですね、いくら不良なことと直せないんです。はい、で今は CCC というのが変更されています。私が入れましたけど、保存しますかと言えば、テストが入れませんね。いいえということで、こう。で、これで、今、人口集中地域が編集できるようになりました。ちょっと東京のところを真ん中に拡大して持ってきます。こういうような状態のところで、じゃあ、この辺の、このエリアですね。このエリアが広がったということで、本来なら下になんか背景にこの絵があって、それを、参考にしながら描くんですけど、今日はもうこのままでやっていきます。これでこの地域が広がったということで、まず編集のところで、下の方に線面の形状変更というのがあります。これ、線面の形状変更でやると、今、地球地図の上でこの作られたデータの中身が全部見えるんですね。ここにこう、こういうデータが全部分かります。じゃあ、もっとちょっとここのところを拡大してみましょうか。こうやりますと、その、面っていうのはこう、線の、が閉じたものですね。線っていうのは線の、この集まりですから、線を使えて線ができたら面ができたりしますから、この状態で、これをこうドラッグしてもらって、こう、広げてもらいます。こうやってどんどんこう広げていけばいいですし、途中の、今パスがない途中をこう引っ張ってやると、そこに自動的に変化ができます。こうやって形を変えたりすればいいんですね。今日はちょっと時間の関係上、最初からご自分でデータを入れてもらって、やればいいんですけど、地球地図のデータをこのように加工すると。あとは、今ここ、色がここだけ地域で特別な地域だったと色を変えたいという場合は、今、面形状というところを押すと、終了しますから右クリックしてもらって、この地域だけ色を変えたいという場合は、編集の一番上に特定情報の確認変更というのがあります。これは何もないところで右ボタンしてもいいんですけど、この下の上にありますので、この特定情報の確認変更を選んでいただいて、色を変えたいところをクリックします。そうすると、今のこの網掛けの色と赤じゃなくて、青にしたりして選んでやれば、ここだけが、今こういう色になってますけども、全部終わったら右ボタンで触ると、右ボタンで解除すると、この青に変更します。いいでしょうか。このように、地球地図のデータをいろいろ書きます。今度はじゃあ、線の音についてやってみます。川の情報、を直しますけど、そうですね、一番忘れてならないことは、ここのところですね。編集エリアの選択というところで、今は人口の地域ですから、これから川を直すためには川を選んでます。で、川に変えると、人口集中地域は変更されてますか、戻しますかっていう、今、地球地図のデータを加工しましたから、それで本当に保存していいですかということで、まあ、これは今日の勉強ですが、別にどっちでも構いませんから、もし保存するということなら、保存してもらえば結構です。で、保存したらですね、先ほど あったこの×印、人口集中地域は直したんだけど、こういう記号、アスタリスクの記号があったので、消えてます、もう保存されましたということですね。じゃあこれで今度は今やろうとしていることは川ですよね。川の情報をちょっと直していこうと思います。で、じゃあ、どの辺でも結構ですけど、拡大していただいて、編集から、さっきと同じように、線の形状変更というのがね、こうやると、川のデータがこのような形で作られているということが見えます。じゃあ、これで、形状変更ですから、こう、さっきと同じようにこうドラッグしてやると、この形がこう変わります。いいでしょうか。で、一般の場合っていうのは、自分が、
読み込んであるだけなんで、
実際カーブなどそういうものは入ってませんけど、入ってませんけど、この一本一本の管理全部番号がついてます。地球地図の中のデータはまたその他の情報が入ってるんで、それをここに持ってくるということももちろんできるんですけど、今日は地球よりも、紛らわしいですから何もしませんけど、こういうふうにこうリストがあって、これが全部で川がですね、これだけこうあるんです。5000個ありますね。で、この中のじゃあどれでも結構ですが、リストをクリックしてください。そうするとこれは地図のどこだっていうことが、実は色が変わってるんですね。色が変わってるんですけど、ちょっと分かりづらいですね。で、今ここをクリックします。これどこにあるか分かりません。北海道の方なのか九州の方なのか分かりませんけど、これを選んだところでですね、選択データを画面中央に表示ってやってると、そこが真ん中に来ます。背景の地図をちょっと消してみましょうか。色がですね、拡大してみますということでですね、リストからこれが地図上のどれだということをすぐ教えてくれます。これはこの川ですね。まあ、ここに本当は川の名前とかそういうものを全部こう読んできておけばよかったですけど、で、この表の一番右側の方を見てもらうと分かると思うんですけど、距離というのがここにありますね。今選ばれたこの265番の川は41000、41494m ですからね、全部これやる。だからその表示されています。ですから、調査されたデータを電波とか自分で検索してやれば、その距離も全部調査できるようになりますから、そのような使い方も可能でございます。さっき自分でですね、入れてもらった AAA という皆さんが自分で入れたものをちょっともう一回、出してください。選んでください。この編集エラーというところですね。AAA というのは最初に点のデータとして入れましたね。これを編集エラーで選んでいただいて、ここで、リストの表示ということでやっていただくと、私この2つを今ここで書き上げる。ツバメというのは東京になりました。このリストでツバメというクリックしてやって、実際は伊豆半島に方面に入れたこのデータが選ばれているんです。量変わってますから分かりません。やってるようが変わってるかわかりませんけど、ここで画面中央にってやってると、そこが真ん中にこう来ますね。ここで写真なんかも一緒にこの選択写真に出したいという場合には、情報ウィンドウの表示というのをチェックすると、この写真も一緒に表示されますね。東京でやると、この東京のところにやってたらこの写真やって、このようにこの地球地図を背景にして、いろんな自分が作った情報を表示するように立つということをやる。